復讐船制局、または、スフネ制局は、立交省や佐相等の指導が行われた、洋務運動により設立された、中国の造船所のうちの一つである。復讐室の貧乏をわずかに遡った場所に位置した。復讐船制局建設中の1867年から1871年、頃、3枚の写真をつなげパノラマ写真にしたもの造船所。 船政学堂等の施設は1866年に計画が開始、1867年に建設が開始された。この間、佐藤等が戦艦総督に転任となったため、推薦された陳茂三木が船政大臣と船政局事務を掌握した。二人のフランス海軍士官。 プロスペール・ジケルト・ポール・デグベルは、フランス海軍より許可を得て、約40名の技術者を、欧州で募集、現地にて、洋航路と西洋式の海軍造船所を建設し、11隻の輸送艦と5隻の砲艦を建造、船製学堂にて、兵員、技術者の養成を5年間で行うというものであった。新国政府は原材料、及び労働力を、提供、5年間の運営費、 約300万両と船舶の維持費用の一部はアヘンの輸入税によってまかなわれていた。最初に建造されたのは150馬力の万年新で1869年に浸水した。その後1884年に新物戦争の馬公開戦でほとんどの施設がフランス軍に破壊されるが後に再建され、侵害革命後の1926年に 海軍須造戦勝と解消された。ありがとうございます。